皆さんこんにちは、はい、ご紹介いただきました山城と申します。都会の人と言われましたか。僕自身は島根県の出雲市というところで、ちょうど延岡と同じぐらいの大きさの町の出身ですので、多少想像ができると思っています。私は普段は東京の方で建築の設計事務所を、やっております。今はあと同時に中国の大連理工大学というところで、客員教授として建築の設計の指導に当たっています。大連は聞きますと延岡とも色々交流があるということで、非常に不思議な例だなというふうに思いました。これまで住宅や集合住宅とか、あるいは前職では、県立の交流、研修施設とか、研究所とか、あるいは放送センターなどの設計に携わってきました。同時に学生時代から、インスタレーションアートというふうに言いますが、空間芸術のようなものをずっとやってきてまして、最近ではそういったものを、どういうふうに街づくりに、組み合わせることができるか、街づくりとイベントというものをどういうふうに組み合わせることができるかということに興味を持っていまして、いろいろと研究や実践を行ってきています。今日は、僕の出身地でもある島根県の出雲市での取り組みなどについても、ご紹介したいと思っています。今回のプレゼンテーションに先立って、3日間ほどですが、延岡の街を見せていただきました。非常に限られた、時間ではありましたけれども、延岡というのが工業都市という顔と、それと同時に、海にも山にも非常にアクセスのいいところ、僕は等身大の、自然体の観光都市だなというふうになりうるなというふうに感じましたが、そういったポテンシャルを持った場所だったなということが分かりました。そのためにも、いかにコンパクトで使いやすい公共交通のコアを作るかということが、非常に大事で効果的なのではないかなというふうに思いました。それと同時に、出雲でもそうなんですけれども、中心市街地というのはなかなか難しい問題があるなということも、同時に感じました。出雲ではすでに、立体化を含めた駅前の整備というのが、一通り、終わったところなんですけれども、必ずしも、残念ながら、それが町の活性化にはつながっていないという、問題意識も持っています。それでは、そういった中でどういうふうにすれば、今回のプロジェクトが延岡の町のためになるのかということを考えていました。我々は駅前だけではなくて、既存の市街地の再生も一緒に考えることができる、そういった仕組みを、のアイデアを考えたいと思います。例えば延岡の駅前でも見かける、既製品のコンテナのようなものを、一つの手がかりとして手作りで、みんなで小さな公共の空間を作ってみる、そういったことを考えたいと思います。街の中で、そして駅前で、どういったことをしてみたいのか、それを一緒に考えていく中で駅周辺に求められるものも一体何なのか、そういったことが、明らかになってくるのではないかというふうに、考えています。それでは、そのような多様な活動を受け止める場所としての駅前というのは、どういうふうにやるべきでしょうか。私は自由通路を駅舎でと、自由通路と駅舎で作る、シンプルな N 型の、建物を、イメージしました。これはシンプルな形状、非常にシンプルな形状ですが、その前で起こる、様々な活動の背景となるものです。同時に駅は多様な交通手段をスムーズにつなぐものでなくてはなりません。これは大まかな機能配置図ですが、改札、総合待合、広場、駐輪場、あるいは将来の計画、テラス、自由通路、将来、あるいはこの辺が駐車場、あるいは東西自由通路、そういったものを考えます。もう少し、交通の部分について詳しく言います。総合待合は、全体の中心となるものです。改札、バス乗り場、タクシー乗り場、自家用車の乗降口、駐車場や駐輪場、そしてここが
駅前の広場になります。交通計画については動線を整理することによってできるだけ広い駅前広場を確保したいと考えました。2階レベルには東西自由通路を延長した半外部のテラスが続き、駅前を立体化します。今回のプロジェクトにおいてデザイン監修者の役割とはどういったものでしょうか。僕は今回は建物そのもののデザイン、それだけではなくてむしろ街の地下をデザインする、つまりどういったプロセスを踏んでこのプロジェクトを進めていくかを考えること、それが一番大事な役割だというふうに考えました。それを進めるためにここで街の種というアイデアを提案したいと思います。街の種は例えばコンテナのような小さな構造物を手がかりにみんなで作る空間です。街の種というのは、まあ、街のいろんな場所にある例えば、街の隙間に、滑り込ませることもできます。例えば、こういうふうにもともとある小さな広場状の空間に組み合わせることも、効果的だと思います。もし、コンテナのようなものが使えれば、こういった立体的な空間も作れるかもしれません。こういった、小さな、非常に魅力的な場所を市民の皆さんと考えて、時には学生の力なども借りながら実際に作っていく、考えていく、そういったことがぜひやってみたいと思います。駅前でどんなことをしてみたいかということも、その延長の中で考えているのではないかなというふうに思います。今回街の駅というふうなタイトルをプレゼンテーションにつけたんですが、これはこうした 街の活動の集まる場所、街の活動の駅というふうな思いを込めました。このような皆さんと考えていた街の種が集まることによって延岡の駅前は単なる交通の結節点であるから街の駅、皆さんの駅になっていくのではないかなというふうに思います。駅の周辺を考えるにあたってこれからワークショップなどをしながら進めていくわけですが、ここで2つの提案を皆さんにしたいと思います。一つは皆さんが実際に体験できる空間をイベントなどを通して作り上げながら進めることです。これは先ほど提案したコンテナなどを利用した街の種を一緒に考えてみるということから始めたいと思います。またアイデアによっては実際に原寸大の空間を作るというのは難しいものもありますので、そういった時には、自分たちの手で作る、素早く簡単に作れる映像というのが効果的だと思います。ここでこれまで私が関わってきたワークショップなどのご紹介をしたいと思います。これは、東京の、神田川のあたりの空間です。東京理科大学という大学の設計製図の、課題の一つとして取り組みました。これは、島根県の出雲市で行っているまちづくりの国際ワークショップの、一つの、場面です。空き家になっている出雲大社の参道にある町屋を町づくりセンターに改修する提案です。これはオーストラリアニューキャッスルで行ったワークショップでの記録の映像です。ここでは町の中心と水辺の空間とその間に走る鉄道の空間に対しての提案を作りました。5日間ほどの非常に短い期間で作ったんですけれども、こういった映像なども使いながら、やることで、お互い意思疎通が非常にスムーズになったという経験があります。今のような提案というのは一つ一つは、非常に短期間で、作ったもので、コストのことも実際は費用も、かからないものです。ただこういった共通の体験みたいなものを、使うことによって、模型や図面ではわからない、お互いなかなかこう意思の疎通が図りきれないところを、豊かにしてくれる、そういうふうな経験を何とかしてきました。このビデオは、同じく、シティスイッチ出雲という、ワークショップで、作ったものです。これは出雲市には一畑電車という、私鉄がありまして、それと自転車を組み合わせてスローツーリズム、ゆっくり街を見て歩く提案というものを学生が考えてくれたものです。そういったものというのはなかなかパネルとかで作っても
なかなかその楽しさというのは伝わらないんですけれども、こういったビデオをすることで非常に効果的な提案だと思います。はい、時間も来ましたので、以上で終わりたいと思います。ありがとうございました。